ですけどね、最近いじめが問題言うてますよ。あ、そうですね。でもね、僕から言わしてみたらね、あれはね、いじめられる方にも問題がある。あ、そうですか。そう、だからね、そこをね、畠山さん、僕をいじめて見本見してよ。わかりました。おれというわけでね、やっぱ問題あるのはあなたです。そりゃそうでしょう。はい。まあでもいじめなんかね、昔から変わりませんわ。変わらへんな。同じようなことでいじめられてます。そうやな。お前金持ってへんのか。いや、今月はちょっと家のローンがあってですね。家のローンあるやつ、お前おっさんやないか。組んでもうた。まあそれ親父がいんだって。まあ、そうやな。同級生の手でいかんと。そういうことね。お前ちょっとジャンプしてみ。いや、膝が痛いから無理やわ。お前嘘つけよ。お前金持ってるか確かめるから飛んでみん。いや、腰が今週はあかんな。対応答弁言うとんねん、お前。いや、ドクターストップになってるからね。おっさんやないか、お前。ドクターストップなんじゃないか。なんでやねん、おかしいんよ。でもね、こうやっていじめっていうのはね、仲が悪いからあかんのよ。そらそうでしょ。そうやろ。だから仲良くするためには、はい、僕たちみたいに漫才をしてはいかがでしょうか。新しいでしょうよ。新しいやんけ。やってみようよ。やってみよう。やってみましょう。はい、どうもよろしくお願いいたします。はい、すいません。いや、最近寒い言うてますけどね。そうですね。こんだけ寒いとプールに入りたくなってきますわな。そうなんですよね。あなたは昔から冬にプールに入るタイプですもんね。いや、まあ女性でね、僕好きな人がいましてね。はい、ゴリラなんですけどね。昔からなんか毛が深い方が好きって言ってましたもんね。はい。いや、豊かでね、僕ね、焼きそばパンより美味しいパン見つけたんですよ。あ、どんなパンですか。フライパンですわ。あの噛み応えが結構エッグもんね。結構エッグもんだよね。お前、おじめられんの。お前、覚悟しても買うかよな。じゃあ突っ込んでいいですか。突っ込む。こんな感じですか。こんな感じ。そんなにやらんで。あ、どうもよろしくお願いいたします。ありがとうございます。いや、豊かでね、最近はあんま寒い言うてますけどね。言ってね。プールに入ろうかなって思ってますわ。なんでやねん。いや、俺ね、好きな女性がいましてね。はいはい、何が好きかと言いますとね、はい、ゴリラなんですよね。そんなわけあるかいって。はい。まあ、ね、焼きそばパンより美味しいパン見つけましてね。はいはい。フライパンなんですけどね。そのフライパンでどうですかね。どう好きか。恨みがすげえから。恨みがすげえな、長年のやつが溜まってる。俺のことくちゃってしてこいか、お前。くちゃってしてこい。俺のことをくちゃってしてこいかって言うのか、お前。お前がやれ、ボケ。ボケいいっすか。俺がつくんだろ。よし。いやね、最近寒い言うてますけどね、ええ、こんな寒くなってきたらプール入りたいなと思うんですよね。なんでやねん。っていうことですね。なんでやねん、わかんないです僕にも。すいませんでした。でね、僕ね、なんかね、女の子好きになったんですよ。あ、どんな子ですか。ゴリラ。人間ちゃうな。こそね、人間ちゃいますわ。僕も人間じゃないのかな。そのとおりでね、僕、焼きそばパンより美味しいもん見つけましたよ。なんですか。フライパン。食べ物ちゃうな。なんでそうなんやねん、わかんない。なんでやかましい。わからへんわ、なんなんお前は。自信持っていいよ。自信持って言え。自信持って言えることがある。なんやねん。いじめ反対。動かしてもらうわ。どうもありがとうございました。